カバマダラは、蝶目縦葉蝶科の昆虫。蝶の一種。成虫の羽は、全体的に、オレンジ色で、体は細く、黒地に、白の水玉模様。オスは、甲子裏中央の染み役状に、立体的に見える黒い模様がある。日本に分布する、マダラ蝶赤の蝶の中では一番小さい。成虫は、 花で吸蜜する姿がよく観察される。体内に毒を保有しており、その危険性を知らせるためか、非常に緩やかに飛翔する。幼虫樹に体内に蓄積した有毒成分を、成虫になってもなお持ち続け、鳥などの捕食者に同種が食われるのを防いでいるとされる。つヒョウモンのメス、メス赤紫のメスはその特性を利用し本種に擬態しているとされる。 卵は、歯の裏や鼻に一つずつ産みつけられる。幼虫は、ガガイモ科のトウワタ、風船トウワタなどを食草とする。越冬体は不定で、成虫は、土着地では、通年見られる。アフリカ区の他インドオーストラリア区に分布。日本では、奄美大島以南の南西諸島だが、温暖化により、徐々に北上しているようである。体が小さいため、台風の目に乗って移動するなどし、 九州から四国、本州の太平洋側にかけての記録は珍しいものではないほどである。ありがとうございます。